ナミさん動画ありがとうございます。 PCR 検査ね、これはね、実際に例の感染症に、発見に貢献するのかどうかわからないまま走ってきたんですけども、どうやら役に立たないということがね、だんだん分かってきたんで、まあ、最初からね、役に立たないよって言ってる人は、PCR 検査を開発した人をはじめね、いろいろ言われてたんですけども、まあ、ここに来て一定の落ち着きを見せたっていうことなのかなと思いますよね。まあ、当然ですけど、私は医療の心得があるわけではありませんから、例の感染症が本当に存在するのか、毒性が強いのか、そもそもこんなね、ロックダウンみたいなことする必要があるのかとかね、緊急事態宣言との関連性はあるのかってことも全く分かりません。全く分かんないです。ただ、分かった風なふりをして言ってる人がいるんで、まあ、大衆心理っていうのはね、なかなか興味深いなと思うばかりでございます。結局、いろんな意見はありますけども、どんな意見を言う人も自分の頭で考えてるというよりも、誰かが言ったからとかね、どっかに書いてあるからっていう息を出ないような裏付けなんじゃないかなと思いますね。まあ、ですんでね、まあ、普段と変わらずというか、普段よりもちょっとだけ、まあ、健康に気をつけてね、免疫力を高めてみたいなところですかね。まあ、そもそも人とほとんど会うことがない私にとっては、そうですね、やっぱりこう別世界の話のようにも思えるんですけども、ただやっぱり多くの方は日々人との関わりの中でね、コミュニケーションを取りながら暮らしてるわけですから、本当にご不自由な思いをされてるんだなと思います。ただ同時に思うのが、こういったタイミングがあってもですね、そのいわゆるネットのビジネスに来る人はあんまりいなかったんじゃないかなっていう感覚がしますけども、どうですかね。まあ、来た人がいても、まあ、結局挫折して出勤の方に振り返っていくとかね、せっかくリモートワークとかリモートラーニングっていうのが定着しそうだったのに、結局あれですよ、登校したりね、学校に出勤したりするわけですよね。で、結局そういうことをしたいんですかね。テクノロジーが私たちの手間を随分減らしてくれたのに、相変わらずね、このコロナが落ち着いたらどうこうっていう言葉があるってことは何なんだろうなと思いますよね。いや、落ち着くのはお前だろうみたいなねことがあったりするわけですけども、まあそれが人間模様かなというところでございます。そしてね、あのアクセスの件ですけども、いや、アクセスね、これね、ムラがあるんですよ。 FX のようにトレンドに上がってバーッとね、何をどんな動画上げても行く時もあれば、小康状態を保ってる時もあるんですよ。全然アクセス伸びないみたいなね。逆にあのアクセスが下がる時もあるんですよ。だこれはだからそういうもんだと思って、人事を尽くして天命を待つってことですかね。まあ、もともと私は全ての動画が再生数1とか2で構わないと思ってる方なんですよ。ただしその分だけ量産してるんですよね。だから再生数1でも1万本作れば1万アクセスですから、それでいいのかなと。そして動画の本数がある程度あれば、それぞれの動画が共鳴してですね、 SEO 効果を高めてくれると、関連動画に上がりやすくなってくるっていう、まあ、そういう仕組みなんで、あのキーワードを入れたりとかね、いろんなあの SEO 対策してる人が少数の動画、数百本とか数千本程度の動画でアクセスを伸ばそうと思うのは結構ねきついんじゃないかなと思うんですよ。ある程度のところで、結局ね、あの YouTube のアルゴリズムによってよくある動画っていうまとめで放り投げられちゃうのかなと思うんですよね。だからもう2つですよね、言うことは。1つはもうアクセスにかかわらずどん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 やっていくっていうこと、まあでもアクセスはやっぱり大事なんで気にしないといけないんですけどね。で、まあもう1つはですね、やっぱり量、トレンドがあるってことですよね。トレンドがやっぱり量をやって分かるのはトレンドがあるんですよ。チャンネル登録者数が一気に増える時期もあればね、逆に減る時期があったりで、横ばいの時もあったりとかね。先月はね、あの小野里さんがチャンネル登録0人だったらしいですよ。いや、さすがにチャンネル登録0人ってのは珍しいですよ。小野里さんほどの発信をしていて有名で動画も更新してるのにチャンネル登録0ってこれはね珍しいなと思います。私の人生でもないですね。あの何かしらチャンネル登録ありますからね。もしくはマイナスの時もあるんですよ。チャンネル登録がマイナスになるっていうのはどういうことかっていうと、ちゃんと動画を見てくれてるってことなんですよね。動画をちゃんと見てくれてるからこそ失望して離脱したってことなんで、それはそれで私ね、いい評価だなと思ってるんですよ。まあ、というところでね、アクセスに関しても、やっぱりこれをね、なりわいとしてる以上に悩ましいところありますね。やっぱ基本的にはアクセスが伸びて再生数が上がった方がいいわけですから、そのためにやってるところもありますんでね、痩せ我慢抜きに言えばそういうことなんですよ。まあ、でも、アクセスが伸びない時期もありますんで、そういう時はね、
その一喜一憂せずに、うん、まあその分だけ動画の本数を増やすかなっていうところで私は考えてますね。はい、いつもありがとうございます。うん、まあナミさんの動画ね、本当に前回スクリーンショットをお送りしましたけども、ナミさんの動画は関連動画にその時本当に珍しいっていうかね、あ、ついに出始めたって感じです。うん、だからずっとなかったんですよ。ずっとナミさんの動画を見てる時には関連動画は全然関係ない人の動画が並んだりとか、広告が刺さったりとかね、それから有名人の動画がバーって出てきたんですよ。でも今回はナミさんの動画が3点ぐらいこう関連付けられたんで、ついにね SEO 効果が、更新の数とあと私がナミさんの動画をよく見るっていうことによって上がってきたなってことなんですよ。だからこれが大事なんですよね。うん、はい、ということでございます。YouTube のアルゴリズム頑張っていこうみたいな感じですかね。失礼します。